皆さんおはようございます。今回は何か言及させていただきたいかという、今日は9月の11日です。9月の11、911と聞いて皆さん思い出される方結構いらっしゃると思います。20年前ですね、西暦でいうと2001年、和暦でいうと平成13年の9月の11日に、アメリカ・ニューヨークにおいてね、世界貿易センターに、飛行機がハイジャックされた飛行機が突っ込んで、ビルが崩壊した、という、大きな、事故がありました。その時っていうのは皆さん何をされてたでしょうか。まだ生まれてなかった方とかね、もしくはまだ子供赤ちゃんだったからよくわからない方もいらっしゃると思うんだよね。自分自身はその当時学生でした。で、もともと川崎に住んでてね、川崎の田中区に住んでて、宿川にね。で、バイトをやってたんですよ、その前ね。で、パチンコ屋でバイトしてたんです。で、パチンコ屋でバイトしてて、辞めちゃった後だったんだけど、前、もともと働いた、バイトで働いたところに行って、スロットやってたんです。大花火だったかな。で、その時に、急にね、携帯が鳴ったんですよ、なんか大きな音で。で、何かなと思ったら、ニューヨークにおいてテロ、で、航空機が、世界貿易センターに突っ込むみたいに出てたんですよ。で、その後、家に帰るんですけどね。その時、車とかバイク持ってたんで、バイクで行くこともあったんだけど、電車でね、新庄は駅の近くだったんで、パーラひまわりってところで、今、スクールとか今あるのかわかんないけど、で、そこのところでやってたんで、南武線でその日は行ったんで、南武線で乗って宿河原まで帰るときに、いろいろインターネット見ててね、これやばいなって正直思ったんですね。で、その中で帰ってって、テレビつけるとね、ニュースで、すごいこの飛行機が突っ込むところを見てね、非常に衝撃的でしたね。これからどうなっちゃうのかなって、世界一のアメリカがこのような形になってね、どうなるのかなって思いました。アルカイダが、関与したということで、その後はアフガンに、アメリカ軍が、軍をね、送って、アフガン戦争、20年近いアフガン戦争が、行われたわけだけど、非常にそこのところでね、私はその年に海外行く予定だったんだけど、行かずにね、ちょっと延期したりもあったんだけど、本当に衝撃でした。で、その当時日本の、会社なんかもね、結構ビルの中入り込んでたんで、そこで多くの日本人も亡くなったということでね、非常に悲しい出来事です。その中でやっぱりテロは断じて許すことができない、平和というのはね、やっぱり重要だということを認識したわけだけど、とにかく、思うのはね、しっかりとやっぱりそこらに関してはね、やっていかないといけないのかなって感じがします。はい。今だからアフガンから駐留撤退ということであるわけだけど、この背景にはやっぱりアメリカがね、駐留費が、アフガニスタンが払ってるわけじゃないわけだから、日本とは違ってね、そういったところの損失もあるし、アメリカ軍の兵士が亡くなってるのもあるからね、そう見てもやっぱりどう見てもね、やっぱり利益にならない、理に合わないということで合理主義ですからね、そういったところから撤退したなってわかるんだけど、とにかく世界を回ってみるとね、その後、多くの世界を見てみると、やっぱり現地を見ていくとね、多くのことが分かってくるかなって感じがします。やっぱり民族間の争い、宗教間の争いね、いろんな国々、国対国の争い、そういったところを見てって、やっぱり目まぐるしく変わってる、この20年においてもね、目まぐるしく変わる国際情勢ですけど、その中でやっぱり腹でね、実感します。なので自分自身は現地訪問してね、現地取材、現地視察ということでやらさせていただいて、撮影させていただいてね、こちらのチャンネルでもアップできるものをアップしてます。その中で今、このご時世、なかなか海外に行けない状況なんだけど、ワクチンパスポート今申請中だからね、取得して、その後海外再渡航します。その中で現地のね、生の情報ということで、映像で皆さんにお伝えしていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。今後もね、有意義な動画ということで出してきますので、ぜひチャンネル登録いただきたい方はね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞ。